北口ホーム隣接する踏切からホーム。下井草駅は東京都杉並区下井草2丁目にある西武鉄道新宿線の駅。駅番号は SS10。相対式ホーム2面2線の地上駅で南北自由通路を兼ねた京上駅舎を有している。ホーム有高長は8両編成分である。各ホームと改札外、改札外と地上との間には エレベーターエスカレーターが設置されている。上りホームには待合室も設置されている。トイレは改札内コンコースにあり、多機能トイレを併設する。地上駅舎時代は下りホームにあった。なお、旧駅舎を改築するため、事業主体として、第3セクターの下井草駅整備株式会社を設立し、2005年12月から、 国土交通省の鉄道駅総合改善事業として工事を行い2007年2月3日より現役車の使用を開始している。駅改良前は売店は改札の外にあったが改良後は改札内での営業となった。現在は売店は廃止され自動販売機の設置のみになっている。 2020年度の1日平均乗降人員は18,472人であり、西武鉄道全92駅中44位。新宿線高田の馬場駅上石寺駅間で連絡運輸なし、かつ各駅停車のみ停車する駅では最多だったが、2017年度は野方駅に抜かれている。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は以下の通りである。 関東バスにより運行されている。南口前に下井草駅停留所がある。2007年7月22日から小木重と阿五十阿佐ヶ谷駅業の乗り場が分離された。阿五十系統石神井公園駅業乗り場は駅から少し歩いたところにある。また、北口から徒歩約五分のところに井草一丁目停留所がある。乗り場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 ,乗り場番号に関しては、 関東バス公式サイト、関東バスナビで表示される、便宜上の番号であり、実際は何も表記されていない。乗り場乗り場、乗り場。太陽光発電システムの表示板あたり駅と詐欺の、宮駅との間にはかつて西詐欺の宮駅が存在した。東京都の交通計画で地下化が推奨されている。ありがとうございます。